丹波慶三丹波慶三から1927年10月19日は、明治、大正期の薬学者。摂津国八部郡橋浦村出身。乱邦医、丹波玄霊の三男。丹波直治、丹波哲郎、丹波明の祖父。丹波義高の曹祖父。先祖は、丹波安頼。そして直系である丹波家がその末裔。明の子に、王の竜太。 東京大学製薬学科第一期の卒業生で、ドイツのエアランゲン大学に、自費留学して、衛生学、裁判科学を学ぶ。1887年に帰国後、改組されて、東京帝国大学医科大学薬学科となった、母校の教授となり、梅毒治療薬、サルバル酸を研究し、これを国産化。タンバル酸と命名し、国内で販売するとと,ともに、 薬事法の概要の制定に携わるなど、日本の近代薬学の基礎を築いた。1912年、第5代日本薬剤師会会長となる。1917年、東京薬学専門学校校長となり、同年訓一等随法省受賞。1927年に死去し、多摩霊園に葬られる。日本における、裁判科学の草分けでもあり、 帰国後東京帝国大学で裁判科学を教えたほか、野口おそぶろう事件では被害者の内臓の毒物を調べ裁判科学の有効性を証明した。ありがとうございます。